はい、どうもこんにちは、タケルです。タケクラパート17、始めていこうと思います。はい、今回なんですけれども、そうです、持ち物見てください。はい、インベントリーにサドルがあります。ということでですね、はい、分かる方には分かりますよね。そうです、馬探し。はい、今回は馬を探していこうかなと思います。馬さんがいればね、移動もすごい楽にできるらしいんで、どこにいるかな馬とかっていうのはね、基本的に草原バイオームにいるらしいんですけど、この付近草原は確かなかったよね。だからあっちかな、一番可能性があるのはあっちかなと思うんで、あっちにボートで行こうかな。ボート作りましょうか。ボート、ボートはこうだったかな。はい、できました。 1.9 からね、ボートが壊れなくなったからいいですよね。よーし、それじゃあ行きましょうか。はい、ポンとゴー、レッツゴー、レッツゴー。おっと、いけるかな。つながってるよね、つながってるね。うん、大丈夫だね。おっと、読み込みが遅いぞー。きた。おっと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 、これおしまい。よし、こっからは歩きですね。この砂漠はね、前砂を取りに来た時に通ったんで分かってるんですけど、この先ね、このアカシアのこの奥はね、まだ行ったことがないから分かんないんですけれども、草原あるかな。お、草原の匂いがします。ちょっと待ってくださいね。秒が優先だね。おお、大きな渓谷。お、これ草原じゃない？この奥草原かもしれない。この奥は草原かもしれないぞ。このね、地面の色的に。お、草原、草原だ、やった。お、これは可能性あるんじゃないか。生成が遅いですね、ちょっとね、ごめんなさいね。あ早い、いましたよ。あそこわかりますか。え、ちょっと待って。はい、同時に村も発見しましたやったね。これで村人さん輸送しましょうか、あっちにね。やったー、村ー来たー。鍛冶屋さんはあるかな。鍛冶屋さんね、 1.9 からトレジャーエンチャントっていうのがね、追加されてされしたかまらないマジか、やったー。おお、ラッキーすぎないか。あるかな、鍛冶屋さん。これだね、多分。違う。あー、鍛冶屋さん、今回ないパターンの村かな。ないね。あー、残念。いやー、でも村人さんいっぱいいるし。やったね。鍛冶屋さんはなくても、村人さんをね、向こうに連れて帰ることができます、これで。やったね。どんな人がいる？羊飼いさんと、羊飼いさんとヤシさん。は？え、今喧嘩売りました？ねえ、疲れたね。ねえ、ごめんね。また迎えに来るからね。はい、というわけで、とりあえず今回は馬を捕まえようかなと思います。おお、結構いるね。どうしようかな、どの子が可愛いかな。
標準的なやつか、ちょっとまだら模様のやつか。あー、この子かわいいな。この子にしよう。この子に決めました。この子にサドルつけます。あ、つけられないんだった。まず何も持ってない状態で乗るんだったね。あー、この子ハート少ないな。こっちは、あー、一番少ないお、この子多いね。この子にしよっか。ハートが出ないな。出た、オッケー。じゃあこの子にサドルをつけて。おはい、馬乗ってますよ面白い。ちょっと歩くの遅いかな、ちょっと遅いかな。これ他の子でも試してみましょうかね。この子ね、ハートついたね。え、サドルと、あ、この子の方が早いね。この子にしよう、やっぱりかわいい、やった。でこの村はまた今度ね、今回でいいか。今回囲みに行きましょう。ここで囲みましょうね。襲われたら終わりなんでね。生成が追いつかない。いやー、やったね。うわー、やばい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 。生成が追いついてない。馬が速すぎてやったね。じゃあ今回はこのお馬さんをね、家に連れて帰って、でその後で、あの村のね、村を柵で囲もうかなと思います。かわいそうはい、着きました。あれ、ボートが拾えた。 OK、 はい、到着。じゃあとりあえず馬さんはここで待っててくださいね。ここで待っててね。いやー、これで快適に移動ができますね。やったこんな短時間で見つかるとは思ってませんでしたね。まさかまさかの。でダイヤの馬鎧ゲットしてたんだ。そらそら、これをつけてあげよう。なんかペット飼ってるみたいで、なんか楽しいなはい、ダイヤと。おおかっこいい、いいね。よし、じゃあ柵をいっぱい作って、さっきの村を囲みに行きましょうか。いやー、この壊れなくなったのほんと便利だな。親切設計はい、到着。剣だと一発だね。でこっからは手綱を取って。手綱取れた、あれ、手綱消えた、持ってるね。はい、乗ってレッツゴー。さっきの村までレッツゴー。今倍速にしてるんだけれども、ゆっくり喋っているので声だけは倍速になってませんっていうねそうもな。いやー、まさか村が見つかるとは思ってなかった。これでね、あっちを発展させれば村人でいっぱいになりますよ。到着。よいしょ。はい、じゃあこっち来て。どっかに、あったあった、よいしょよいしょ。あれ、来て来て、おい。あ、名前決めなきゃいけないな、また。名前何にしようかな。
あれ全然来てくれないや。いや乗ろう。なんでそっちに行くの。こっちこっちこっち、ここで待ってて。じゃあ村を囲いましょうか、柵でね。こうすれば、あーちょっと待って、そっち行かないで、そっち行かないで中にちょっと入ってね、ごめんね。中に入って、どこ行くの分かった、収穫したい気持ちはすごい分かる。うん、そう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 、中入ってね、後で収穫させてあげるからね。うん、ね、こっちに来てね、こっちに来てね。はい、ありがとう、こっちに行ってね。はい、こっちに行ってね、ありがとう。はい、ありがとう。この村人さん、羊飼いさん、羊飼いさんを中に入れたら OK かな。羊飼いさんごめんね、入ってくれるかな。よし、ありがとう。 OK かな、これで全部塞げたかな。なんか塞ぐ方向間違ってない？合ってる？ OK かな。ちょっと無駄に囲んじゃったのかなってことは。そうだね、無駄に囲んでるねまあ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 、まあ、とりあえずこれで。ちょっと待って、一人、師匠さん、師匠さん、師匠さんだよね、あなた。うん、師匠さん中入って、危ないよ。でここをフェンスゲートにしようと。こんな感じかな。師匠さんね、フレイムか。たまに使うかなちょっと無駄に囲んじゃったんですけれども、まあいいか。うん、まあいいよね。てなわけで今日は帰りましょう。レッツゴー。でまたね、次回か次次回か分かんないですけれども、ちゃんと村人の輸送の方はいたしますので、それまでお待ちください、ね、まずはね、あっちのね、拠点の方を囲まないといけないからね。村人全部ゾンビになっちゃってどうすんだって話だし。名前何にしようかな。なんか愛着湧くような名前がいいな。金床があればね、名札で名前つけられるからね。どうしようかな。茶色い馬だから、なんか茶色系の名前にしようかな。茶色系でなんか変なこと考えた人いるでしょうね。えそうだよあれ、こんなとこ通った覚えがないんだけど大丈夫？描画が遅いから全然わかんない。こっちで合ってる？めっちゃ間違ってる気がするんだけど。あった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 。この村があって、でここら辺で馬さんを見つけたのかな。村があって、ここら辺で確か馬さんいたはずなんだけど、ごめんなさいね、ちょっとパソコンのスペックの問題で。え？ちょっと待って、これ囲った？囲ってある？あ、ちょっと待って、これ第二の村じゃん2個目の村発見しちゃったマジかちょっと待って、これは座標確認して。はい、というわけで、無事帰ってくることができました。まあね、はい、馬さんも一緒にいますよ。いやー、ほんとよかった。2時間ぐらい多分迷子になってましたね。いや、でも家の座標を控えてたのを思い出しまして、いや、帰ってこれました。ほんとよかった。
ね、それでですね、この馬さん、お馬さんの名前なんですけれども、ショコラにしたいと思います。ショコラ、茶色いからそれは単純な理由なんですけども、ショコラという名前にしたいなと思います。もしですね、他にいい名前とかあればコメント欄の方で教えてください。今のところショコラなんですけれども、もしかしたら変えるかもしれません。いやー疲れた。まあね、村もちゃんと柵で囲ったし、これで村人輸送もできるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。以上、たけるでした。バイバイ。こんなに砂漠が広かった覚えがある。ちょっと待ってはい、砂漠の村も発見しました。で、なんでこんな村ばっかあんの本当にもう、あ、鍛冶屋発見。まあラッキーっちゃラッキーだけど、3、2、1、じゃん。まあ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 、そこそこだね。